どうも、どうも、よろしくお願いします。いや、俺さ、国会議員になりたいんだよね。いや、無茶言うなよ。レゴラスの有馬記念出場か。とりあえず、片っ端から全国の選挙に立候補届を出していこうと思う。いや、片っ端から登録するなよ。森調教師か。そして、俺、競馬担当大臣になろうと思うんだよね。なんだ、そのふざけた役職は。俺が競馬大臣になったら、全ての地方競馬場に芝コースを設置する。いや、なんでだよ。地方馬で芝が大得意って、お前ロゾバドリナだろ。そして中央場所は新潟オンリー。なんで新潟だけなんだよ。お前もしかして新潟大得意の藤田奈々子だろ。未勝利戦の勝ちと G1 の勝ちは同じ1勝で勝ちなので、賞金は同じにする。なわけねえだろ。お前もしかして戸崎啓太だろ。馬主席は場所が無駄なので廃止する。馬主は来場禁止。でもむちゃくちゃじゃねえか。お前それ馬主が見に来ると必ず勝てない、こういう歌だろ。で、競走馬の引退式とかめんどくさいから、レース前に放馬させてスタンドにお披露目で OK。 なわけねえだろ。お前引退レースでの有馬記念でセルフ引退式やったら八重の無敵だ。じゃあ引退式でもらう花は食ってもいい。じゃ実際に引退式で花食ったのモーリスぐらいしかいねえよ。三冠馬が強すぎた時は殿堂入りにして2着の馬が優勝ってことにしよう。お前全部2着だったらビルシーナだろ。で、ダービー勝ったらもう即引退。走る気なくしたワンアンドオンリーだろ。おお、全問正解。なんだよこれ、ただの競馬クイズじゃねえか。どうも、どうもありがとうございました。